ます。もう一本の電柱のところまで移動してしまいました。それに伴って下では、あ、猿がまた動き出しました。あ、麻酔が効いたんでしょうか。まだごっこしそうです。片手でどうにか電線を掴んでいる状態です。まもなく落ちそうです。手が離れそうです。体がだらーっと伸びた状態になってしまっています。その下では動物の職員がネットを広げてキャッチしようとしています。今落ちました、落ちました。